どうもー、ポンコツです。ポンコツ、今ですね、あやちゃんがクロージング電話入っちゃいまして、僕暇人してるんですよ。暇人してるんですよ。もうね、まあ今回隣でクロージング動画聞いてるんですけど、まあないね。まあ、あやさんのクロージング動画ではなくて、まあその相手ですね。相手、やっぱ無理だね。無理。絶対無理。まあ結論ですね。まあ、お願い、あやさんの、まあコンサルかな？なんかお願いしたいですみたいな話、まあ僕はね、ちょっとずつ聞いてるだけなんであれですけど、なんかお願いしたいですみたいな。で、あやさんが、まあ最後、料金ね、言ったら、あやさんと、なんか、そう、多分、ちょっと料金の支払いをちょっともうちょっとその安くしてくれませんかみたいな交渉が入ってて、であやさんが「いやそれできないですか」みたいな話で、まあそんな感じなんですよ。でね、じゃあめちゃめちゃ高いかっていうと、そんな高くないんで、あやさんのやつね、今売ってるやつが。まあもちろんのその財布の事情もあるかもしれないんですけど、まあ、僕もね、何千人何万人お客さん相手来てして、まあちょっと難しいですね、そういう人は。まあもちろんね、もちろんなんかそのバンって払ったからうまくいくのかっていうわけじゃなくて、気持ちの問題ですね。もうかまあこれはあやさんも動画電話でこう言ってね、そのお客さんに言ってたんですけど、気持ちの問題ですね。まあどういう気持ちで取り組むかっていう。まあ、そんな感じですよ。その逃げる場所を自分で作らないというか、やっぱね、そう、1億その1億以上売り上げを作って、まあ、2億3億4億、まあ、今5億ぐらいあるのかな。久保さんっていう人いるんですけどね、広島に。で、久保さんね、今年の1月1億作りましたよ。で、家ももうすでに買ってるんですけど、まあ、トータルだからネットビジネス入って4億5億ぐらいは売り上げ作ってんじゃないかなと思うんですよ。まあ家もキャッシュ買いましたけど、でもその時久保さんってなけなしのお金で塾入ったんですよ。でもうこれが最後だみたいな、自分でそのもうこれで稼げなかったらもう終わりだみたいな感じで、もうこれが最後のチャンスってことで入って、でそっから5億とかね、まあ5億は盛りすぎかわかんないですけど、でもそんぐらいいってると思いますよ。だって1ヶ月で1億売り上げ作れるんで、まあその前にももう家買ってますし、一応ね3年で1億3000万っていうことは言ってるんで、で今5、6年目なんですよ。で今5、6年目にして1ヶ月で1億作れるんで、まあまあ5億ぐらいはいってんじゃないかなと思うんですけど、全く初心からしたから5億ですよ。覚悟があんのかって話ですね。覚悟があればまあそんぐらいも稼げるけど、覚悟がなければダメってことですね。はい、ではまだ話してますね。終わります。